です。はい、ごゆっくりどうぞ。北海道で初めて1日限定で開かれたカフェ、その名も注文に時間がかかるカフェです。店員は喫音のある若者たち。話し言葉が滑らかに出なかったり、繰り返してしまったり、注文には時間がかかるかもしれません。そこで店員のマスクには客に配慮してほしいことが書かれていました。僕は言葉に詰まった時、自分が言おうとしていることを推測できそうであったら、推測してほしいなというふうなことを。どもっても言葉が出るまで待ってほしいと書いていたのは、大学生の畑中ひなさん、22歳です。少しでもその吃音に対してこう ポジティブに なれるようになったらなと思っています。声が詰まってしまう症状が多く、接客業を避けてきたという畑中さん、思い切ってカフェの店員に挑戦しました。言葉が上手には出ませんが、他の人と同じように接していただけると嬉しいです。客も遮ったりせず、言い終わるまで待つなどといったルールのもと、店員の言葉に耳を傾けます。カフェの事前予約は満員で、およそ30人の客が訪れました。私と同じその喫音を持っていらっしゃる方が、その一生懸命にその説明ですとか接客をされていらっしゃる姿を見て、そのすごいなと言いますか、その勇気がないとできないことだというふうには本当につくづく思うので。メニューにも工夫が。滑らかなさつまいものペーストはスムーズに話すイメージを。トッピングされた歯ごたえのあるさつまいものお菓子は、吃音の症状を表し作られているといいます。最初は緊張していた様子の畑中さんも、時間が経つにつれて笑顔が見られました。ありがとうございます。結構なんか思ってた以上にはちゃんとこう話せたなって思いました。客として訪れた同じ吃音の当事者からは、夢は叶うという激励が寄せられました。吃音でも夢は叶います、一緒に頑張りましょうって書きました。小学校の先生になりたくて、けどこの吃音があるから一回はもういいかなっていうふうに諦めたんですけど、慣れたので夢は叶いますって書きました。このカフェの発起人は吃音当事者の奥村ありささんです。吃音がある若者は、私はもうずっといろんなことを諦めて大人になってきたので、吃音の陰に隠れないでほしい、また自分のやりたいことを諦めずに挑戦していってほしいっていうふうに思ってます。諦めずに挑戦すれば夢は叶う。注文に時間がかかるカフェの体験は、吃音の若者たちの自信につながっているようでした。